グリニッジ病院は1692年から1869年まで運営されていたイギリス海軍の小位軍人に永住の場を提供し、また彼らの健康管理を行った施設である。この病院の建物は後に旧王立海軍大学として知られているグリニッジ王立海軍大学となった。この病院の運営団体は2013年現在も存在しており、 かつての海軍軍人と、その扶養家族のために、他の土地にシェルタードハウジングを提供している。メアリー二世グリニッジ病院は、グリニッジにおける会員のための王立病院として、メアリー二世の命令のもとに創設された。メアリーは1692年のバルフルール岬虎、オーグの海戦で、復員してきた負傷兵の姿に、心動かされたのである。彼女は住居である。 プラセンティア宮殿のキングチャールズ・ウィング元々はチャールズ2世のために1664年に建築家のジョン・ウェップが作ったものだったマイナスを改装して海軍病院とし軍人病院であったチェルシー王立病院に対抗しうる存在の病院を作った。サークリスト・ファーレント・アシスタントのニコラス・ホークスムワはこの新しい王立病院の建築に無報酬で参加した。また、 ジョン・バンブラは、レンの後を継いでこの仕事に携わり、レンが当初計画していた、複数の建物からなる病院の建設を完成させた。キング・チャールズ・コートの天井が病院の建設が始まって間もない頃、当初の計画では、クイーンズ・ハウスからの川沿いの眺めが、病院の建物によって遮られる恐れがあるという問題が浮上した。それでメアリーは建物を2分して、川から、 病院の建物を通って自分の住居とその向こうのグリニッチヒルトに通じる道路を作るように命じた。これにより病院はいくつもの線形に分かれた建物により独特の外観を呈するようになった。主要な四棟の建物はグランドスクエアと更新用の通路で南北に東門と門番小屋から西門へ通じる通路によって分けられていた。この西門は グリニッジの町の中心部にあるグリニッジ市場そばに位置していた。南北に伸びるグランドスクエアとパレード用の通路が整備されたおかげで、クイーンズハウスとその向こうにあるグリニッジパークへの通行、そしてクイーンズハウスからの川沿いの眺めは遮られずに済んだ。主な建物のうち最初に建てられたのはキングチャールズコートで、ここは王政復古にまで遡る一番古い時代に、 建てられた部分である。1705年に完成した。初代総裁のウィリアム・ギフォードが就任したのは1708年だった。クイーン・メアリー・コートを含む他の主要な部分はレンとホークス・モアが計画したが、レンの死後はトマス・リップリーが担当した。クイーン・アン・コートはレンとホークス・モアが担当し、キング・ウィリアム・コートはレンが設計したが、建築に携わったのは、 ホークスムアとバンブルーだった。これらはいずれも1742年に完成した。礼拝堂。火災後にスチュワートにより復元された。クイーン・メアリー・コートには礼拝堂がある。2013年現在の外観となったのは1779年から1789年のことで壊滅的な火災の後にジェームズ・スチュワートの設計により再建された。キング・ウィリアム・コートは バロック美術の天井画及び壁画で有名である。これらの画は、サー・ジェームズ・ソーンヒルの手になるもので、ウィリアム3世とメアリー2世は、ロアーホールの天井に、アンジュ・オート・フ君のカンバーランド校は、アッパーホールの天井に、そしてジョージ1世は、アッパーホールの北壁に、それぞれの君主に敬意を表して描かれた。この天井画のあるホールは、 恩給を受けている元会員たちの食堂としては、壮麗すぎるため、そういった目的では、そう頻繁に使われず、一般公開されて、旅行者が足を運ぶ場所となった。1806年1月5日、ホレイショネルソンの遺体が、国葬のため、テムズ川を渡って、セントポール大聖堂に運ばれる前、グリニニチ病院の壁画のあるホールに安置されている。1824年には、 ナショナルギャラリー・オブ・ネーバル・アートがこのホールに創設され、この美術館は1936年まで続いた。その後収集品は、クイーンズ・ハウスに新しく作られた国立海事博物館と、その隣接した建物に移された。キング・チャールズ・コートの川に面した北東の角にはオベリスクがある。これは、フィリップ・ハードウィックによって設計されたもので。 北極探検をしたジョゼフ・レネベロを記念したものである。北部カナダで北西航路を開拓しようと探検に出て、不成功に終わったジョン・フランクリンの遠征隊の救出に出発したのがベロであったが、このベロの試みも成功せず、探検の途中で亡くなった。クリニチ病院の建物には診療所もあった。ドレッドノート会員病院で、この名前は1870年に、 国日沖に停泊されていた病院船の名前から取られた。この診療所は熱帯病のためのものであったが、その機能は1919 19年にロンドン中心部のユーストン広場の近くにある会員病院協会に移転し、熱帯病病院となった。ドレトノート会員病院は1986年に閉鎖された。会員とその家族への福祉活動は、 そのゴランベスのセントトーマス病院が受け負っている。グリニッ病院は1869年に閉鎖された。ここに埋葬されていた何千ものトラファルガーの海戦で戦ったものをはじめとする何千もの士官や乗員の遺体は1875年に病院の跡地からイーストグリニップレザンスに改装された。この名前は 病院のあった地がかつてプラセンティア宮殿だったことにちなんでいる。病院の歴代委員長、ロイヤルホスピタルスクールグリニッジ病院の事前基金は、病院が閉鎖された2013年現在でも存続しているが、かつて病院があった地にはもはや存在していない。事前団体の本部は、ロンドン市内にある。現在は、会員とその家族へ給付金を提供する法律の、 事前団体となっており、国防評議会議長である国防大臣と共に活動を続けている。活動内容は、かつての海軍在籍者へのシェルタードハウジングと、この団体によって建てられたロイヤルホスピタルスクールへの資金の給付である。この学校は、サフォーク州のホルブルックにある。ありがとうございます。